お客さんが見てて気持ちいい仕事した人、角度変えれるのがパナソニックだけなんですよ。腰道具解体新章。今日はですね、滋賀のヒデさんにお越しいただきました。ヒデさん、どうもよろしくお願いいたします。お願いします。こっち向いてもらいましょう。まずこっち向いていただきましょう。お、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介してもらってもいいですか。はい、はい、パナソニックショップでパナソニックの家電販売店をさせてもらってまして、家電の納品から電気工事まで家建てたりとかいろいろさせてもらってます。仕事幅広いですけど、だいたいこの腰道具っていう感じなんですか。そうですね、新築とかだったら逆に腰道具してると気づいたりするのもツールバッグだったりする時あるんですけど、はいはい、工場であったりとか回収の時は腰道具を巻いて仕事してます。いつも使われてるものを持ってきていただいて。そうです。こだわりが黒だと聞いてます。大好きですね。大好きです。もう見た感じ黒ですもんね。はい、じゃあちょっと紹介一個一個丁寧にしていただきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、並べさせていただきました。パッて見たらやっぱ黒と、あとやっぱニックスにこだわってらっしゃるなと思うんですけど、こっちから順番にお話聞いていっていいですか。はい、これはもうニックスさんの。そうですね、小物入れというかインシュロックホルダーを開けてもいいですか。はい、どうぞ。長さに応じてあれですよね。そうですね、ファスナーを一番下にモンキーが入ってると思うんですよ。それ以外はもうほとんど同じ長さで仕事してるんで。あ、かわ、かわいい。僕の場合あんまり大きいものを締めないんで、はい、このサイズとペンチがあったら全然仕事できるんで。うん、これはなんで穴開いてるの。まあ、ここに下げれるんですよ。使わないときはここへ置いて、そこで、はい、閉めて、うん、使うときだけここで仮置きする形です。いろんな小さいサイズはあるんですか、そのメーカーさん。あ、そうです、いろいろあるんですけど、そのこのカーナビナにかけようと思うとここの大きさを選んで、うん、僕はこれ使ってます。なんかこれマグネット入ってます。あ、入ってます。そこにマグネット入れてビスなんかを仮置きしたりするんですよ。あ、そしたらここ閉めてる状態とかでもひっついてくれるんですよ。ではこれを中に入れといて、はい、ファスナー閉めてもらってボードだったりとかいろんなところのビス外したらそこにピタッとつけるとファスナー閉めてる状態でもひっついてくれるんですよ。あ、すげえ強力なあれ、はい、ね、こんなつけるの。つくんかな。ピタッてつくんかな。ピタッとまではいかないですけど、やっぱり軽いもんが。 あ、でもつきます。はい、ちょっとついてます。一応強いネオジム磁石で、それも工夫や ね、 ね、 そうですね。ちなみにこれは、これはテレビのケーブル端子をつけるためのストリッパー皮むき器なんですけど、ケーブルを挟んでこう何回か回すとストリップできるんですよ。これはどっか の、 そのメーカーさんが、デンさん、ジェッコンですね。うん、名前が入ってないの珍しい。真っ黒が良くてすぐ剥がしたんですよ。あ、そうそうそう。で、一番使うところにやっぱここ右側に置いてるって感じですか。で、 すね、はい、で次、バリスティックがお好きなんですか。そうですね、メンテナンスも楽なので、雨の日外に出てても全然乾かしたらいいだけなんで、最近こればっかり使ってます。これはマスターツールっていうところのストレートニッパーですね。僕の作業が基本的に弱電って言って低い電圧の仕事をするので、つら切りストレートできっちり綺麗に切りたいんで、僕このニッパーをずっと使ってるんですよ。ここにくぼみがないものを使ってます。結構探して、大体どこのメーカーも出してるんですけど、そのグリップが黒っていうのはなかなかなかったんで、こっちにこだわりだったんですね。そうです、そうです。もう今なんか当たり前そうやけど、まだグリップの黒とか少ないかな。ほんま最近やと思います。最近やね。一般は何色が多いんですか。オレンジとか赤。そうね、あ、そうそう、昔のね、電気屋さんがお持ちだったりね。で、ここは何入ってるの。がペンチですね。あ、富士屋さんのペンチ。はい、これもブラックって書いてますね。そうですね、これも結構探されて、これはたまたま見つけたんですけど、出たのは最近やと思うんですよ。あ、見つけたって感じでした。そうですね、すぐ買いましたね。すぐ買いました。即買いで、これ、これが普通の電線 F ケーブルとか VA をストリップするためのストリッパーです。電気屋さんによってはオートストリッパーっていうのを使われることが多いと思うんですよ。で、僕これ手動のタイプなんですけど、お客さんが身近にいる現場が多いんですよ、すぐ隣とかに。だからオートでやってるとペッて落ちるのが嫌なんで、切れ目だけ入れてケーブルを取ってゴミを箱にしてるっていう、ちょっと一作業かむんですけど、お客さんが見てて気持ちいい仕事したいと思うと、ちょっとそういう、まあ誰もいいって言い方はおかしいんですけど、ペッ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 落としていいところやったらいいんですけど、そうじゃないとやっぱり僕ほとんどこればっかり使います。すごいですね。なんかさっきからね、お話も上手だし、その見た目とかお客様もすごいこだわってらっしゃいますもんね。言葉遣いは藤井大丸とか百貨店でもともと時計の販売員させてもらってて、全然畑違いの仕事してたんですけど。百貨店で将来のことを考えてそこで修行されたっていうことですか。
接客業の。専門学生の時に僕アパレル志望やったんで、その最初の就職先が藤井大丸やったんですよ。そっからもっと話を掘り下げると、もともと僕の先代が藤井大丸でラジオを直してたのがうちの屋号の、そこでつながるんです、つながってたりはするんですけど、今そのラジオっていう響きがあれやね、 ないですよね。だから残していってほしいですよね。話を戻していいですか。はい、はい、どうぞ。すいません、私が脱線させてしまいました。これ自体はどうやってつけてらっしゃるんですか。もう普通にベルトに通してるだけですね、はい、そこはヒデさんチェーンとかじゃないんやね。あ、そうですね。確かになんやかんやで軽いんですよ。プレート金具つけていくとどん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 重なっていくんで、僕らスタンダードでこう呼んでるんですけど、金具のないものを、あんまりニックス使ってはる人でスタンダードっていいのかな。確かに新鮮です。で、これはペンドラ、はい、ペンドラです、はい、ペンドラか。これ通販で買ってやつで、みんながこう使わはるようなベッセルとかそういうメーカーじゃないんですけど、はい、トルク管理ができるんですよ。ネジの締める強さっていうのをボタンちょっと押して設定変えると変えることができるんですよ。だからちょっとこれ選んで、あとカラビナに下げれるからこれを使ってます、やっぱここ大事ですよね。先からこう聞いてお聞きしてると。そうそうやね、こんなん落としたら大変ですもんね。新築とかね。で、黒だし。そうです、黒だし。それが一番仕事する内容が結構幅が広いので、その場でいらない工具は僕全部外していきたいんですよ。だからカラビナを3つつけてて、その必要な時に必要なものだけをつけて現場に行く感じです。で、次お隣、ここに入ってるのはドライバー。はい、プラスマイナスのドライバー。これはこれはもともと黄色やと思う。あ、ここね、はい、大松さんでもやってはると思うんですけ ど、あのニコンで黒くしてます。はい、どこかで聞きましたね。この辺とかははマグネットですね。ビスが落ちひんようにつけてるんですよね、はい、そうです。で、一つじゃちょっと弱いんで2個つけてるんですよ。わかる？大体意味。え、あのネジ外してここにつける。外した時に落ちにくい、こういうこと。いいいい、そんなの分からん。このまま普通に使っててもらって、はい、このビス、まあ外れるじゃないですか、はい、そしたらここに先端にずっとついてるんで、あ、磁力が強いんで、はい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 、ここの磁石の話、はい、あ、そうです、そうです。それがちょっと強なるっていうだけで、強くない、はい、ここあとはカッターナイフ。カッターナイフ、あ、黒い、はい、歯も黒い、はい、なんか好きな漫画とかありますか。黒子のバスケです。黒いですもんね。黒いですね。黒いですもんね。そしたらブラックジャックです。好きな漫画とか。ブラックジャック。真ん中行きましょう。真ん中にハンマーがあるんですね。はい、これはあえて真ん中なんですか。別にどこでもいいんですけど、まあ、空いてるところに刺してるだけにはなるんで、あんまり使わない。線を引っ張るときとかで、木造とかで打ち付けていくときとか、頻度が高いときはこっち そのケーブルストリッパーのところとかに来たりはします。根元は六角になってますか。下がソケットここですね。はい、ここに書いてるのはこれはちょっと自分が好きな数字を入れたいなと思って、それ最初に作ってもらって作ってもらわはったりしてる人が多くなってきたんで、はい、自分だけのもんっていう意味で数字を入れました。ゼロゼロで。おお、かっこいい。ソケットで締めるときに寸切りを貫通させて締めることができるんですけど、僕はあんまりそこまで使わないんで、フックをつけてもらって、これはほんまはないんですよね。穴塞いちゃいますもんね。そうです、そうです。左側来ます。ニックス来ました。こういうの中って大体何を入れはるんですか。僕は剣電機とかレベルホルダーだったりとか、製品機ね。これも黒い、カバー変えれるんですよ。あ、そうなんですか。確かにちょっとグレーっぽいですね。そうそうそう、もともと緑かなんかやと思うんですけど。へえ、両サイドに。そうですね、ラチェットと剣電機。黒いです、全部黒で。これ色塗られたんですか。いえ、これは元からですね。へえ、ここだけ黒いのが売ってるんですか。そうなんですよ。へえ。こちらが剣と剣電機ですね。あ、これですね、はい、これも黒い、はい、赤のペンとか使う時あるんですか。あります。マジックとか、うん、あります、あります、はい、そこはどうされてるんですか。そういう赤マジックやったら蓋が赤いじゃないですか。そこはあのもうここに隠します。あ、隠す派なんだ。隠す派なんですね。代替品持ってます。キャップ代の派の黒なんですよ。キャップだけ黒のやつに差し替えてる。キャップ変える派ってアイデアすげえ。それ店で売ろうかな。面白い。松井社長がまた思いついてしまった。で、最後このエリア、ラストボックス。ラストラストカップ。あ、でもなんかコンベックス入ってますね。はい、あ、インダストリアルのコンベックス。そうですね。長いことね。もう長いこと使ってますね。まだ使えるんだ。まあ、ちょっと最近飛び出たりするんですけど、でもまだ全然。すげえ。飛び出るって何が飛び出る、はい、ここがちょっとだけ出たりするんですよ。バネが弱なってきて。でもそれでも全然使えるんで、中身ステンレスなんで。めっちゃ長持ちしますよね。長持ちします。はい。そのベッセル、田島さん。なんかついてませんか、はい、ベッセルのビットのソケット。この点検口を開けるときにマイナスのビットつけて。
開けたりとか。あ、なるほど。で最後この辺りに、電気屋さんが結構持たれてますよね、これとかね。そうですね、はい、知ってる。これいいですね。全然出る。これどこのあれとかあるんですか。ドギューですね。ドギューさん、長さだけ自分の好きな長さにカットしてつけてます。ご自身で調整して、はい、これでいいか、うん、これも黒い。黒これはもともとベルトはどこなんですか。ベルトは田島ですね。これついてるじゃないですか。それが藤井電工、はい、藤井電工さんって書いてます、はい、これはやっぱあった方がいい。これで腰を止めてるんで、こっちで。そうですそうです、うん、はい、チェーンがない分下げたいのをこれで延長してるんですよ。あ、皆さんここをチェーンで。そうです、延長してるんですけど、うん、あ、そういう意味で。そうですそうです。これだけやったらずれるっていう意味じゃない。あ、そうですそうです。ただ金具やったら重たいからベルトをナイロンベルトにして使ってます。これもともとついてる。あ、それももともとついてないやつです。とにかくこれがあれ、そこの補助体の開けていいよ。いいですか。うん、そのラベラーも見せて。ジェフコムさんのラベラー。あ、なるほど。これを売ってるってことですね。そうです、そうです、はい、これに装着して長さ調節をしているって感じですね、はい、ドリルとインパクトケース解体新商番外編です。はい、番外よく使う電動工具ですね。何が入っているんですか。さっき言いましたけど、ランタンとランタンインパクトドライバーとハンマードリル。出してもいいですか。はい、ライト。はい、ライトです。ビューティーライト、うん、そうですね、ビューティーライトすごい。これどこのメーカーさんですか。パナソニックですね、はい、これ置いて使う。あ、そうそう、置いてもいいし、よく職人さんが持ってはるペンインパクトのバッテリーで動くやつです、はい、かわいいですね、なんか形が ね、こう、ま、回ってくれる、角度変えれるのがパナソニックだけなんですよ。うわ、見せ置こうかな、はい、面白そう。結構便利ですよ、ね、マグネットもついてるし。社長、インスタの撮影とかに、ね、そうそう使えます。ベティライトベティライトに。あ、パナソニックだけな。だけなんですよ。すげえ。多分マグネットついてるのは多分マキタさんもオプションとかでついてるんですけど。ライトも調整できますね。しますね。はい、できます。便利。これも黒いという。はい、これも黒い。黒です。はい。こちら、かっこいい。ね、何これ、すごい。これもなんかかけられるようになってます、ね。そうです。カラビナにかけれるように加工して。これマキタさんのやのに黒いですよね。ま、染めてるんですよ。本当は青しかないんですよ。うん、マキタブルーですね。はい、マキタブルー。これ全体的に。そうそうそう、ハウジングだけ取り外して付け込むとこの色になる。どっかやったか、どっかこう紫になってるんですよ。これほんま白なんですけど。あ、黒の液体に染んだらこうなったってことですか。すごいな。で、こちらはそっちがインパクトドライバー。これも色染めちゃったんですか。いや、これはブラックがあるんですよ。だけど、ここがカーボン調になってた。なってます。はい。もともとは違ったは違うんですよ。ここ水圧転写かなんかで。うん。はい。細かい。プロ使ってたらテンション上がるんですか。メンテナンスが楽。汚れててもまあまあ分かりやすいですし、ずっと使い込んでても傷も目立ちにくいし、うん、ね、結構ひじさんね、あの腰道具でも手入れされてますもんね。そうですね、やっぱりお客さんが身近にすごいいらっしゃるんで、あんまりちょっとこう汚れたりしてると格好悪いかなっていうので。お客さんもね、見る人は見ちゃいますもんね。そうですね、はい、いますよね。で今出されたこれは何ですか、はい、これはフィッシャーですね。フィッシャー、ケーブルを遠いところから手繰り寄せる竿、みんな呼んでます。黒くないですね。黒がなかったんですよ。煮込まないんですか。それでそやったんですけど染まらなかった。だいぶ UV でできるから。あー、 UV。 はい、今日はありがとうございました。百貨店のね、お話の仕方、こっちまで背筋がこう伸びるような ね、はい、ちゃんとしないといけないなと改めて思いましたけれども、はい、ということで今日は滋賀県からヒデさんにお越しいただきました。じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございました。それでは皆さん、大松バイチュー。バイチュー言うてくれはった。黒を連想したゲームをしたいと思うんですけれども、はい、お願いします。お願いします。せーの、黒と言ったらブラックペッパー。黒と言ったらリズムが悪いですね。じゃあこっちでやってあげようか。あ、お願いします。そうですね、じゃあ音楽お願いします。黒といえば影。黒といえばカラス。黒といえばフライパン。黒といえばアスファルト。黒といえば黒ゴマ。黒といえばブラックペッパー。黒といえば黒柳です。黒といえば黒コーバスケ。黒といえばブラックジャック。
黒といえば。パッと思いつきます。ありがとうございます。